本の重量挙げはウィーンから持ち帰った一組のバーベルから始まった。持ち帰ったのは加納治五郎、言わずと知れた日本柔道の創始者である。柔道の父はウェイトリフティングの父でもあった。柔らの道はあらゆるスポーツの道に通じる。教育に情熱を注いだ加納治五郎は日本のオリンピック初参加にも尽力した。遥かな時を経てロンドンオリンピック、彼がウィーンから持ち帰ったバーベルが重量挙げ48キロ級三宅博美の銀メダルをもたらした。今日はロンドンオリンピック最終日。Les grands initiateurs